皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2023年公開の、怪物。英語題、モンスター。監督は是枝裕和。脚本は坂本裕二。主な出演は、安藤サクラ、永山瑛太、黒川宗哉、など。息子を愛するシングルマザー、生徒思いの教師、そして無邪気な子供たちが平穏な日常を送る郊外の町。ある日学校で喧嘩が起き、当人たちの主張は食い違い、それが次第に社会やメディアをも巻き込んだ大事へと発展していく。というストーリー。脚本がよく練られていて、同じ出来事を3つの異なる視点から描き、全く違う見え方や感じ方になる演出がうまい。そして演技、音楽、映像がどれも素晴らしい。日常の中で折り重なる様々な心の闇と、コミュニケーションのすれ違いがじりじりと効いて、見ていて切なくなる。曖昧な終わり方となっているのは、個人的にはモヤモヤして微妙。ということで、評価は。怪物。サムサー。